ベーコンエッグベーコンエッグは卵料理の一種である。イギリス式の朝食には欠かせない料理であり、第二次世界大戦時にはイギリス空軍パイロットに出撃の際の特別食としても出された。アイルランドには以下のようなベーコンエッグの起源にまつわる伝説がある。農夫がベーコンを焼いている時に、たまたま天井の梁に止まっていた鶏が卵を産み落とし、割れた卵の中身は、 ベーコンの油の中に落ちたという。農夫が修道院でのロームを終えた夫に、ベーコンエッグを出すと、夫は、ベーコンと卵の組み合わせで生まれた味に感動し、修道院を通して各地にベーコンエッグが広まったと伝えられている。フライパンにベーコンを入れて、弱火で熱し、油がベーコンから染み出し、ベーコンが炒まってきたところで、生の鶏卵を割り入れ、ベーコンの油やかけらをかけながら、 卵が好みの状態になるまで熱する。余分な卵の焦げ付きを防ぐために、フライパンの熱を少し下げておく必要がある。付け合わせには、油で焼いたパンが定番である。料理を食卓に出す前に十分に熱したフライパンに、パンを入れ、パンの両面に焼き色をつけて、油を染み込ませる。また、マッシュルームのフライ、トマトを焼いたものが付け合わせにされる場合もある。 ありがとうございます。